越境することって大切だなっていう風に思ったんですね20代の女性社員5人に一任して大ヒット商品になったようですはい皆さんこんにちは統計のお姉さんまいです今日のテーマは無課金おじさんのバズから学ぶ越境の大切さについてです、えっとすみませんちょっとあの風をこじらせまして喉がちょっとかすれてるんですけれどもあの聞き苦しかったらごめんなさい本日はですねあのパリオリンピック射撃混合1 0ルエアピストル団体銀メダリストのトルコのユスフ・ディケッチ選手 皆さんご存知でしょうか射撃器容疑では耳当てとか 競技用のゴーグルなどを使う選手が多い中ですねディケチ選手は普通のメガネに T シャツ姿普通の耳栓という入れ立ちで他の選手と比べて装備にお金をかけていないように見えることからムカキンおじさんとして X でトレンド入りして話題になっていました SNS ではムカキンおじさんのファンアートを投稿する医師の方々が続出したりとかラテアートとか、まあ、シルバニアファミリーのムカキンおじさんコスプレまでですね日本でのディケチ選手人気がすごいことになっていましたそしして日本人がが創作したアート SNS 世界中に拡散されてイーロンマスクも反応するなどですね世界中の注目を浴びることになりましたこの話の面白いところは金メダルの選手よりも銀メダルのディケイチ選手の方が結果的に目立ったっていう話と射撃っていうマイナー競技が注目されることになったっていう点と日本人の創作アートが世界中でバズったという点かなと思います私はこの一連の流れを聞いてああやっぱり越境することって大切だなっていう風うに思ったんですね越境っていうのは境界線とか 国境を越えることですね。オリンピックという世界共通のイベントをきっかけに、それぞれの国の良さっていうのを別の国の人間が評価するっていう影響が、まあ、今回この流れで行われたなというふうに思って見てました。過去には、例えばピコ太郎さんもですね、ジャスティン・ビーバーに SNS で取り上げられて一躍有名になったことがありましたけれども、もしピコ太郎さんが日本国内だけで日本人向けにパフォーマンスやってたら起こせなかった成功じゃないかなというふうに思ってます。ということで今日は、影響することがですね、個人のキャリアの飛躍的成長 とか企業のイノベーション創出に重要ですよという話をしたいと思いますこれはあの単純に世界を見なさいとかそういう話ではなくてあ越境ってそういうことでも越境っていうのねみたいな話で何らかの気づきがあるかなと思いますで現状をブレイクスルーするヒントを皆さんにお伝えできればなというふうに思ってますのでぜひ最後までご覧ください今日のポイント3つです1つ目そんなもの売れないが大ヒット2つ目組み合わせられるのは今知っているものだけ 三つ目、たった一言付け加えるだけで受注できた話。この三点について解説していきます。それでは行ってみのトピックです。そんなもの売れないが大ヒットですね。個人でも企業でも成長曲線っていうのは、こう線形にずっとこう成長していくわけではなくって、まあ非線形なわけですね。こうずっと低迷したところから急に上がったりとか、で上がったんだけどまた あの、まっすぐにやって、また上がったりとか、まあ、ちょっとこういうふうに、こう、階段状になったりとかするわけですね。で、残念ながらですね、この、まあ、急成長するタイミングと、そこまでにかけてきたコスト、まあ、努力だったりとか、お金、どれぐらい投資したか、時間投資したか、精神的な、あの、労力、どれぐらい払ってきたっていう、そのコストと急成長するタイミングって、実はあまり関係がありません。それよりも、上昇トレンドに乗った時だったりとか、新しく、何んだか始めたことがたまたま当たった時だ。 たりするわけですながらで日本人の創作アートがですねあのディケイチ選手のファンアートがですね世界中でバズったのも普段投稿している絵よりもその時がより上手に描けたからバズったわけではなくてオもちろんもともとのです、ね、絵のうまさとか表現力があったからこそチャンスをつかんでバズったっていうのはあるんですけれども技術レベルだけを磨いて一生懸命努力しても評価されない報われないということはたくさんある わけです。転職で考えてみても持っているスキルは同じなのに転職して収入が倍になる人もいるわけですよね。自分の価値とかあるいは生み出した商品価値っていうのは自分以外の周りの文脈とか環境で決まるものなので自分の価値や自分が生み出した商品価値をですね客観的に評価してもらえるような工夫っていうのは常に必要になってくるわけです。ちょっと例を出したいと思います。岡山県にありますカモイカ工事株式会社さんですね。こちらは粘着テープなどの製造を行う企業です。 年年の時点でで創業100周年だそうもともと塗装作業で塗らない部分を汚さないように保護目的と使われているマスキングテープはですね建築現場とか塗装現場の職人が使うプロ仕様の養生テープだったんですが。 ある時、マスキングテープファンを名乗る3人の女性から工場見学の問い合わせが届きました。その女性たちは工業用のマスキングテープをラッピングとかコラージュとして利用してまして、マスキングテープを使った冊子まで作るほどの愛用者で、送られてきた冊子を見た担当者は、その意外な用途に驚いて、2006年に初の工場見学を受け入れたようです。それまで工業用の用途で、剥がしやすさといった機能的価値を重視していたので、色鉛筆のようなテープがあったらいいのにという要望を は全くもって理解に苦しんだようです。 それでも試行錯誤しながら彼女たちが求めていた可愛らしいマスキングテープの開発を共同で進めた結果ですね出来上がったカラフルな新ブラント MT は大ヒットしまして同社の新しい事業の柱となるだけではなくて社内にそれまで存在しなかった装飾用の文具テープとしてのマスキングテープという新たな市場を創造しましたまたですね別の例もご紹介します今治タオルで有名な愛媛県今治市の染色メーカーの商品が爆売れしているのをご存知でしょうか創業70年の老舗染色会社 西線香株式会社はタオルメーカーの依頼を受けてタオルの染色を行う企業でした染色したタオルを乾燥させた時に出るホコリをですね2 0 2 0年2月から販売し始めて現在は当初の20倍以上の売り上げとなっている今治のホコリという商品があります発売するまではホコリは全て廃棄されていて1日に120リットルのゴミ袋が2つ 分ほどがゴミとして捨てられていましたこのホコリはですね繊維関連会社において火災の主な原因となる厄介者の扱いを受けていたようですでホコリは非常に火がつきやすくて機械の電気消灯による火花で火災につながる危険性があるからですねでその厄介者の性質を生かして考案したのが今治のホコリです 簡単に火花で火がつけられて石油系ではないので嫌な匂いもしないです。またですね、ほぼ燃え尽きてしまうため新聞紙などと比較してゴミが出ないというポイントも評価を集めてキャンパーであるとか暖炉や薪ストーブをお持ちのユーザーに人気が出ました。 販売から右肩上がりで成長しまして、現在は当初の20倍売り上げているようです。一つ600円でアウトドアストアを中心に販売されてまして、1日あたり200個ほど製造しています。今治ホコルの販売で乾燥機のホコリの廃棄を約70%削減できたようですで。商品の生みの親であります同社の福岡事業部長は、日経クレストランでの取材に期待値は全くのゼロだったというふうに答えてました。福岡さんは自身がキャンパーだったこともあって、キャンプ用品として廃材のホコリを売ればいいんじゃないかと。 というふうに思いついたらしいんですけれども当初社内からは廃棄物を商品にするなんてというふうに大ブーイングを浴びたようですそれでも商品化を進める中ですぐに自身の限界を感じたようです50代男性である自分が詰めるとカラフルさを生かしきれずなぜか明細長になるかっこ笑い赤と白の麺ぼこりをいちごミルクに見立てるなど可愛らしい色合いの試作品をくもなく作る彼女たちを見ておじさんのゼル幕ではないと痛感 SNS を使った発信も任せることにした これは記事から引用してます。ということで、そこから先は商品事業部の20代の女性社員5人に一任して大ヒット商品になったようです。まあ、この2つの事例から言えることは、ブレイクスルースには硬直化してしまっている考えとか、これまでの常識、自分たちが持っている思い込みを外すことが必要で、それにはやはり客観的で多様な視点が必要であるということかなと思います。2020年版中小企企業業業白書ででは新たたな事業領域にに進出した企業の約4割で販売数量単価がとも 向上していいるという報告があります特に外部の技術やノウハウの活用は中小企業の可能性を拡大して新たな技術開発や製品サービス創始のきっかけになるとされています。 それでは2点目のトピックです。組み合わせられるのは今知っているものだけですね。成功パターンを深掘りすることを知の進化、新しいチャレンジをすることを知の探索というふうに言いまして、これを同時、あるいは全続的に行う経営スタイルを両機器の経営と言います。企業の事業会社が新興のスタートアップ企業に投資しながら、時に連携を図るイノベーションの形を CVC 投資と言いまして、大企業を中心に普及しています。大企業では不確実なことにチャレンジするよりも、既存の成功パターンを追い続けてしまった。 革新的なアイデアが誕生しにくいイノベーションのジレンマを解消するために CVC 投資が少しずつ,つ,つ普及してきておりまして日本では楽天とか DNAKDDI セブンアイ・ホールディングスなどですね大手企業が CVC に取り組むような動きがあります。で欧米ではこののの大手のリソーーススをを使いながらスタートアップの技術を守って 学んででで地の探索をすするという関係性が一般的でですねスタートアップが持つ技術力と大企業が持つハンルとか人的ネットワーク設備などですねスタートアップ企業の足りない部分をサポートしながら彼らの技術を学ぶという関係性が作れますこういった CVC 投資は実証研究によってイノベーション成果にプラスの影響をもたらしていることが分かっています一方で日本では独自の地の探索の方が見えてきています日本企業がイノベーションを起こすには地の探索が必要というところでは欧米と一緒なんですけれども早稲田大学ビジネス スクールの教授であります入山明先生は日本でも今イノベーションに悩む企業の多くは大企業や中堅企業などの長い歴史の中で目の前の地と地の組み合わせをやり尽くしているのではないかというふうにおっしゃってますメディアではよく日本にはイノベーションが足りないというふうに騒がれていますが実際には既存の地と既存の地の組み合わせを思いつく限り頑張ってやった結果次に出せる手札がなくなってしまったという状況なのではということですねで既存の地と既存の地の組み合わせでアイデアが生まれるとし 組み合わせられるるのの今知っているものだけけというようよな認知の限界があるわけですそこで入山先生は人とか組織が新しい地を生み出すことに必要なのは現在の認知の範囲外にある地を探索してそれを今自分の持っている地と新しく組み合わせることが必要というふうにおっしゃってまして地はすでに日本の大企業の中で活用されないまま埋もれている人材にあるというふうに仮説を立てて日本企業がイノベーションを起こすには大企業内部の人材とか技術者っていうのを一度社外に 出して彼らに直接知能探索をさせよううとするっていうのが日本独特例えば w i ルっていう会社はソニーなどですね10社を超える大手企業が出資するベンチャーキャピタルですねソニーとクリオっていう合弁会社を作ってですねそこにソニーの若手エンジニアなどを移籍させて彼らで知の探索をさせていますでクリオはですね主にスマートロックなどを開発製造する会社で事業アイディアはウィルから提案してソニーの資本力と技術をクリオに提供しますでクリオは ソニーの子会社という立場ではなくてある程度独立した存在としてプロジェクトを進めますそうすることによってソニーの品質基準とかブランドイメージなどのしがらみにとらわれずにスピードに進めることができるというわけですねでソニーに就職しているようなエンジニアはそもそも優秀なんだから彼らに社外に出て地の探索をさせて他方でビルの持つスタートアップ業界のスピード感ネットワークをつなぎ合わせて新しい地の探索を加速させるという狙いですね これでテ点目のトピックです。たった一言付け加えるだけで受注できた話ですね。このようにまあ 無関係な点と手をつなぎ合わせる力結びつける力をセレンディピティというふうに言ったりとかしますけれどもセレンディピティが起きるのは自分の思考に欠けている部分に気づいた時というふうに言われています例えばマスキングテープの事例では工業用のテープを可愛くするという全く理解できない発想をまあ受容してですね商品化しましたし今治の誇りもいちごミルクのように可愛く詰める、まあ、センスのなさっていうのをあの担当者の方が受容して女性社員に任せたということで完成したわけですで もしかしたらチャンスは目の前にあるのに視野が狭まってですね、可能性に気づけていないのかもしれません。しかしですね、盲点は自分ではなかなか気づきにくいものです。私の独立企業初期の営業での失敗談をお話しします。私は27歳の時にですね、実績もなくて、人脈もないし、でお金もなしっていう多重苦の状態で,ですね、企業のデータ分析とか調査業務を受注する仕事を始めました。恥ずかしながらですね、法人営業を自分一人であのしたこともありませんでした。 で商談のアポが取れてももななかかか受注するまでにもいかずです、ねまあ、どうしたものかなというふうに思ってました。まあ、いろいろこう営業していく中でこういろんな方と知り合うわけですけれどもその中で知り合ったある会社の社長さんがですね営業に同行してくれるっていう機会があって一緒にあの商談に行ったんですね。で私の受け答えを見てもらってたんですよその時。で結果その時の商談っていうのは受注につながらなかったんですけれどもその商談が終わって社長さんと一緒にですねお茶してる時に私の,その営業のやり方についてフィードバック を頂戴しま佐し藤さんあなたのやり方は、まあ、ちょっと間違ってますよっていう風に言われたので詳しく話をあの伺いました。で商談する時に、まあ、先方から「こういうことはできますか?」っていう,うにあに聞かれたりするじゃないですか。でそういう風に聞かれた時に私はあのバカ正直に「あすいませんできません」っていう風に答えてたんですね。で私はそれが誠実な対応だと思ってやってたわけですよ何の悪気もなく。でもあのそれの で、もちろん、嘘をついたりとか、話を漏れって言ってるわけじゃないと。そういうふうに聞かれたときはあ、今はできないんですけど、勉強してできるようにしますっていうふうに一言言えばいいだけだよっていうのが、その方のアドバイスだったんですね。で私は、えー、そんなことで受注できるもんなのかなえ、なんかそれで受注してしまって、できなかったらどうしたらいいんですかって聞いたら、その時はごめんなさいって謝ればいいんだよ、しょうがないからっていうふうにおっしゃってくださって、あのそういうもんなのかなと思って、腹を こっちはしなかったんですけど私よりも実績もあるし営業経験も豊富な方のアドバイスなのでちょっとやってみようかなという風うに思ったんですねということでその次の商談の時からそのスタイルで挑んだところですね面白いように仕事が取れていきましたで、私はできないことはできないっていう風に正直に言うことが切な対応だっていう風にその時は思い込んでましたし自分が仕事が取れないのは自分のスキルとか能力が不足しているからだ向こうがこれができますかって言われたことができないその不足が営業が 利用がつに繋がらないものだっていうふうに思っていたんですけれども実際は違ったわけですね今はできないんだけれどもあのやりながら何とかしますっていう風に言えばいいとで、それでもう仕事を取ってしまってから必要なことを必要なだけその時勉強すればいいんだっていう風に気づいたのが、まあ、独立開業して最初に訪れた私のまあ、イノベーションとも言えますしブレイクスルーとも言えますこれの気づきはですねめちゃくちゃでかくて今もそのスタンスを継続してやってますもし私がですねその時ブレイクスルーせずにいた場合 営業するのをちょっと,もうやめようかなというふうに思って一旦やめて何となく箔がつくような資格の取得の勉強を始めていたかもしれませんでそんなことをしていたら多分ですねいつまでもいつまでも営業を先延ばしにして勉強だけずっとして1円も売り上げが立たないままキャッシュが尽きて潰れていただろうなっていうふうに思っていますこういうふうにブレイクスルーをしたことによって自分ではまあ無理かもしれないなというふうに思っていた企業を軌道に乗せることができましたあの時フィードバックをくださった愛社長その説は大変ありがとうございました私 元気に生きておりますなのでもしですね行き詰まりを感じているのだとしたら今頑張っていることはもっと頑張るっていう努力の方向ではなくてもしかしたらももう少しし軽やかかに結果を出せせるる方法があるのかもしれませんでそのためにはやはり他者との関わりの機会を増やしてですね客観的な視点をもらうことそして まこの時は腹落ちは多分しないかもしれません。しないかもしれないんだけども、いやでもまあちょっとやってみるかなって思って自分の思い込みを外してやってみるっていうことが大事かなというふうに思います。 ぜひ参考にしてください。ということで今日は無課金おじさんのバズから学ぶ越境の大切さについて解説しましたがいかがでしたでしょうかこのチャンネルは確率統計を使って世の中の謎を解くリアル謎解きを体験していただく教育エンタメチャンネルです。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。新しい動画を見逃さないように通知設定オンにしてください。そして YouTube ではできないちょっとマニアックな話を不定期でライブでやっています。公式 LINE でお知らせしますのでまず LINE でお友達になってください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。